の尻尾パジャマドライブ純情主義手も手ものの涙鏡の中のジャンヌダルクそして逆さ坂6曲続けて聴いていただきましたがいかがだったでしょうか。ありがとうございます。バイ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 。じゃあこの異色の3人でかなり異色ですがトークをしたいと思うんですけど、その前にね、来たリカチよかったよ、手元も涙、大丈夫でした、できてたよ、全然あのジムの人に見えなかった。あ、本当によかったそしてそしてね、一人ね、あのスペシャルゲストがいて、まあ、ちょっとあの今日は踊れないんですけど、そうなの、 MC だけでもということでこの方が来てます。どうぞ。はい、こんばんは。くちゃやかです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。あやりんはね、ママになったんだよね、はい、ママ、そう、2児のママになりました。あやりんがですよ、はい、この人がなんと2人も子供がいるんです。すごいよね。バカにしてるような言い方じゃない。ちゃんと育ててます。普通に大丈夫ですよ。はい、大丈夫大丈夫大丈夫。でもハルコの方が見るからに子供だよ、まだ結構上なのにね、私よりも年上なのね。やっぱ30ぐらいになんないと変わらないかな。ね、ほんと変わんないからね。本当ね、いいでも四捨五入したらもうアラサーだから。ええ、アラサー、え、アラサー、え、26から、え、アラサーですよね。 25? だって四捨五入したらアラサーですよね。そうだそうだ、え、ちょっと私バカみたいな感じになるからもう行くね。あ、もう行っちゃうの。着替えといて行こう。あ、松雪も行っちゃうのね。バイバイ。あ、さようなら、バイ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 、またね。国際コンビがね、あ、そうだね、国際コンビがね、変えられましたけども、はい、ね、2人とも久しぶりの劇場だと思うんですけど、ね、どう、なんかこんな眩しかったっけって、ね、そう、見えない、久しぶりに思った、ね、本当にびっくりだよね。まあ、びっくりしたのはあのタナミンのね、ジャンヌダルク見てて、そう、すごいかっこよかったなってモニター見てて思った。あのね、うん、旗ってめっちゃ難しいんだね。そう、あの旗って結構重いんだよね、あれね。もうね、やっぱりあの練習たんですもん、ね、練習2日しかなかったってもあるんですけど、旗の扱い方に慣れてなさすぎて、そう、なんか最初置いた後旗が前に来て顔の、ほらっつってて、そう、重いから、それでね、秋元先生に何回もなんか教えられてて、そうなんね、そう、結構難しいんだよ ね、 あれね。初日の後に秋元先生がそう、お説教されてたね、菊池に旗を持ち方指導するっていう、おかしいってそう言われてて、あったんですよ。 その大変さを今さら知るっていう、かっこよかったですね。ありがとうございます、はい、初めてだったんで、ジャンヌのセンター、かっこよかった、嬉しかった、本当にセンター続きで逆さとかもできましたし、ね、ありがとうございます。すごい可愛い衣装も、なんか、ね、いや、 AKB の劇場で逆さ坂歌ったことなくって、ましてやこんなね、大事な10周年にやらせてもらうと思ってなかったですね。そしてあのユキリンがどうしても逆さ坂やりたいって言ってくれて、それでこのなんか叶ったっていうね、よかった、ありがとうございます、ありがとうございます、よかったです、すごいいい歌ですよね、ありがとう、ちょっとね、演歌っぽい歌なのでぜひ、ね、うん、おばあちゃんおじいちゃんにも聞いてもらいたいちょっと ね、 ね、ぜひ聞いてもらいたいですけども、ママにもなって、はい、どうですか10年前と変わりました、なんかもう、なんかね、どんどん体力が衰えてきたなって感じ。待って待って、私が一番この中で年上だから、やっぱママだからさ、うん、大変じゃない、もうそのなんかママって言われたらすごい違和感にしか感じない、ここに立つと、なんか、いや、育児も大変だし、うんうん、もうそう、出産した後とかもね、なんか大変だって聞くけど、でも2人目結構もうね、大丈夫、大丈夫、うん、頼もしくなったね、ほんとお母さんみたいな、だってほんと一緒に出会った時とかまだ10代で、入ったのがね、14 14でしょ、なんかもうすごいおバカな、なんか、うん、ね、ハルゴンとね、わちゃわちゃやってたからね、そう、ガキンチョみたいな、あやり、菊地、うん、大人になっちゃった、しか知らない、ね、そう、懐かしい、菊地とかも、菊地とかあったよね、ね、そんなあだ名あったんだみたいな、うん、そうそうそう、ミカチもスタッフさんとして、はい、メンバーの大変さがちょっと分かりましたね、久しぶりに実感しました、
もうなんか足ガクガクに震えちゃって、うん、でもなんか今日のお客さんみんなあったかい、知ってるんだよミカチのことも。知ってるんですか、ばっちり、ね、知ってますよね、本当これ嬉しい、ありがとうございます、ね、もう呼んでいただいてありがとうございました。歓声が、ね、あってすごく嬉しかったです、うん、私も見てて。じゃあちょっと私お色直しの方に行ってまいります。バイバイ、ありがとう、ここまで、はい、初めて2人で喋るかもしれない、ね、ミカチとそんな喋ったことないのにどうしようかなと思って、ね、どうしよう、何喋ろう。じゃあそう、じゃあ最近ミカチ何してるの？AKS で総務してるんですけど、うん、なんかこの前もチーム、うん、8のコンサートとか結構コンサート会場とかいるんですけど、うん、あのこの前チーム8のコンサートの中で、うん、チーム8が作った草加せんべいが当たるっていうコーナーがあって、うん、その草加せんべいを渡してたんですね、うんうん、誰一人外で配ってたんですけど気づかれなくて、本当に絶対ちょっとデモデモとか踊ってみたんですけど、うん、誰も気づかなくて、うんうんうん、で会場内とかちょっと歩いてみたんですけど誰にも気づかれないです。大人っぽくなったからじゃない、ミカチ相当ちょっとなんかパスとか見えるように歩いてるんですけどまさか近くにいると思ってないからね、周りからしたらね。ちょっともし今度見つけたらぜひ。本当ですか、ね、声かけてくれますよね。その時はミカチ頑張ってって、あのすれ違いざまとかに言ってくださいあのこそっと、ね、ぜひ ね、うん、ね、私も声かけるね、だからあったら、はい、いつかわかんないけど、はいはい、ありがとうございます、はい、じゃあそろそろね、後半戦、はい、行きましょうか。それでは続いてはこの曲です、どうぞ。